レバン・ミケラーゼ、レバン・ミケラーゼは、グルジアの外交官、政治家、トビリシ出身。1978年トビリシ大学を卒業、経済学と社会地理学の学位を収める。その後もスクワに出てソ連科学アカデミーで、地理学に関する研究生活を送る。また、フルブライト奨学金を得て、アメリカに留学し1994年スタンフォード。 大学国際安全保障軍備管理センターで学んでいる。1992年から1994年まで旧ソ連の元外相でグルジア大統領になったエドワルド・シェーワルナゼの顧問となる。1995年駐在アメリカ大使館勤務を経て中央ストリア大使、全欧安保協力機構グルジア代表などウィーンの国際機関代表を歴任した。 2002年から2006年まで中米大使、中カナダ大使、中メキシコ大使。2006年から2007年11月まで中スース大使を務めた。2007年11月7日、トビリッシュ市内で反政府デモに対して警察の鎮圧に抗議することを理由に辞任した。辞任後はティサスペトリウムリミテッド社の対外関係マネージャーに就任した。2009年2月、 ミハイル・サーカシビリ大統領に対する反対派としての立場を鮮明にし、イラクリーやラサニア、前国連大使のグルジア同盟党に参加した。2009年4月26日、グルジア同盟は、ミケラーゼが心臓疾患のため死去したことを発表した。グルジア議会のあるルスタベリ通りで、エリック・フルニエフツ大使との会談が、公の場での最後の姿であった。ありがとうございます。